さあということでですね、はい、前回はキックオフの動画が非常にこう粗相がございました。だいぶわちゃわちゃしてますからね。頭がかかったんだよ俺。全くもってまとまらなかったので、はいはい、すいません、私の方が読み上げさせていただいたとみたいですね。はい、ということでですね、劇団レイドジャパンちょっとクオリティが低かったと、はい、そういうことですね。ということですね、もう今回はもう劇団しません。はいはい、はい、うん、なので粗相は起きないかと思っておったのですが、はい、どうしたの。いやいや、なんでもないですよ。俺も粗相があったよ。俺ですよ。言ってくださいよ、粗相。いやさ、もうオープニングいきなり前から粗相があったと。いやもうさ、マイクチェックやっててさ、はい、そしたら豊がそれでさ、はい、なんかさ、ピュッて飛んできたの。うん、面白い。何本にさ、誠に申し訳ございません、今回も、また粗相がございました。いや、ございましたね。すいません。鼻くそでしたよ、まさか。塊でしたね。固形物でした、ね。皆さん気をつけてください。豊かボーイには鼻くそが届く範囲には近づかないようです。飛んできますんで。そういうことだ。危ないですよ。もうふがふがやってる時から奥でちょっとピロピロなってる。で、最後の一息でふんってやったら、なんか飛んできたとか言われて、待て待て待て、お前迷惑そうに言うじゃん、なんか飛んできたって言われたんですけどそれを偉そうになんか俺の必殺技がどのぐらいの話ですか。参りますよ、はい、ということで今回も、はい、非常に粗相に粗相を重ねた上の、オープニングになっておりますが、はい、今回我々は何を喋るんですか、岡さん。まあこれですよね。何ですかこれは。これは景品ですよね。何の景品ですか。え、何の何の景品になるんですか、うんうん、それはもうね、いっぱい大きいの釣ってくれた人もそうだし。何を言ってるんですか。何でいいですか、これは何の景品ですか。これ9月から開催される、はい、レイドジャパン独自の、はい、オンラインダービー、はい、タイトルすら出てきません、はいはいはい、タイトルはこちらです。ドドン、はい、はい、というね、はい、なんで今回我々ラボの格好はしてませんね。そうですね、はい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 、ということで結構これしゅんちゃんどうですか。で豪華ですよ、はい、ただでも多分ここにあるやつだけじゃねえっつう話じゃない。そうそうそう、でもこれだけだったらまだ豪華と呼べないからね。ちょっとうんって感じだけど、ただ後ろ見てください。いや後ろはまあ分かってますね。振り返ればね、まあ短冊のようにいっぱい刺さってますけど、はいはいはい、で当然これあれでしょ、一部あのまだまだそうです、社長が OK 出たらもういっぱい出そう。はい、ということでそれ次第だな、投げたね、はい、はい、責任を取るのはやっぱ代表取締役です、はい、ということですね、はい、あの振りがある以上、ちょっと増やさなきゃいけないね、増やさなきゃいけないね、スタートお祭りだ、はい、ということでですね、9月の1日から9月のもう末々日の、はい、ギリギリまで、うん、募集をしているということなんですが、まあ季節的にはしゅんちゃんどうよ。まあレイトなサマーな感じになっちゃってて、かっこいいね、レイト、レイトってかっこいいね、まあ、言うても秋じゃないですよね、9月って。そうですね、狭間、まあね、なんですよ ね、台風なんかもやってきてみたり、うん、はい、ただもう暑さのピークは過ぎておりますから、うん、朝夕なんかは非常に過ごしやすい、うん、ただ日中は皆さん、参加される場合は、水分補給、あと暑さに無理はしない等々、うん、ね、含め、待ってね、細かい概要っていうのはあのホームページにしっかり載っておりますんで、もう一回言いますよ、大事なんで、しっかり読んでからご参加のほどよろしくお願いします、はい、ということで、うん、まあこれぐらいどっさり用意してるけど、背景バックグラウンドにはまだまだ用意してるぞということと、うんうんうん、これまたレイドジャパンがやるってことはきっと別に1位2位3位だけ持ち上げる大会ではないというか、それだったらちょっとなんかね、おかしいよね、これね、これはですね、また中間どころ9月のまあ上中旬あたりにまたこんなショーがあるよとか、はいはいはい、こんな面白い企画用意してますよっていうのはまたこう追加で、またどしどし情報を出していこうと思いますんで、まあエントリー自体は8月の1日からもうエントリー可能になっております。なのでもう皆さんエントリーしていただいても大丈夫です、うんうん、そしてでもあやべえ、しっかり9月入っちゃったと、間に合います、はい、ということで、9月からスタートなんですが、募集は随時しておりますので、皆さんよかったらぜひどしどし、ご参加のほどよろしくお願いします、うん、ということで最後はイケボーイ締めろ、よっしゃみんな、いやいやいや、しまった、いやいやいや、ちょっと大事なこと忘れてますよこれ、いやいやいや、行こうとしたんですけど、ちょっと待って、ちょっと待って、しまったってことですよ、うん、岡さんから何かかかると違和感はないんだけど、はい、うん、江口さんから何かちょっと待ってって言われると俺すごい不安に苛まれる。ちょっと俺どっかで来るんだろうなと思ったけど、あれ来ないでこのまま行っちゃうぞと思ったんで、はい、っていうのも、うん、ここにレイド
製品がいっぱいあるじゃないですか、うんはい、これ景品じゃないですか、はい、だけど今回はレイドだけではなくそうだそうだそうだそこだ、ね、さまざまなねところから協賛をいただいてるじゃないですか。すみません、誠に申し訳ございません。私また粗相がございました。ですね、確かにそうでした ね。これレイドのイベントのように思えて、うん、そうそうだけじゃないんですよ。だから そのね、そちらを発表しますか。はい、はいはい、じゃあ掛け声でもう、じゃあ今回ご協賛いただいている企業様、はいはい、こちらです。やばくない？めっちゃありますよ。いやもうメーカーさんも連なってらっしゃいましたが、はい、お店さんね、はい、全国のね、はいはい、いっぱい、はい、お店さんまで。だからショーはどうなっちゃうんでしょうね。めちゃめちゃいっぱいある、ね、ありますよね、はい、しかももう、あ、まだ内容言っちゃダメか。あ、いやもうそうだそうだ、ね、もう本当に改めましてそうそうでした。ご協賛くださってる各社の皆々様方、誠に、申し訳ございませんでした、はい、いやそうなんです。すごい手厚い協賛をいただいてるんです。ですよ、はい、なので当然レイドジャパンのものだけじゃなくて、うん、いろんなメーカーさん、いろんなお店さんからいろいろご協力いただいてるんで、はい、もうショーはだいぶモリモリだよね、うん、とんでもない。いやめっちゃあるでしょ。とんでもない、うんうん、でさらにこれだってあれじゃん、結構あるんだよね、いろんな企画が、はい、あるんですよ。いやもうこれはもう今言わない方がいいね、はい、それはまあまたね後々、うん、また報告させていただくとして、はい、これだけのスケールで、ご協賛いただいて、うん、皆さんに楽しんでいただければという、うんはい、内容になっておりますので、はい、9月1日から末末まで、はい、暑さ的にはでもどうですか、うん、まだちょっと引っ張ってるね、夏の暑さをね。あ、そうだよね。水分補給はこまめにたくさん取ってくれ。こまねち？こまねち違う。こまめにこまめにやらさないで。ただまああれですよね、江口さん、9月といえばやっぱ台風なんかも。いや台風もありますから、うんはい、水害のね、まあ、釣れるタイミングかもしれないけど、その危険はちょっとやっぱそう無理はしちゃいかん、無理はしちゃいかん、うん、まだやっぱこう残暑厳しいからね、はい、日中は無理しない、うん、水分補給はこまねちしていただいて、さらに、台風大雨、ねうん、そういったこともあると思うので、うん、そういう時は無理をしない、はいはいそういった形で、はいしっかり楽しんでいただければなと、うんはい、思いますので、はいじゃあ最後は、ボーイに、はい、バチッと締めていただくと、いった流れで最後よろしくお願いします、はい、そういうことだお前ら。9月1日から30日バンバンバスつってどんどんエントリーしてくれ。待ってるね。ホークい飛ばすな電話汚い。江口さんも飛ばしとるけ電話飛ばすな鼻クソ野郎が。そういうことだ。待ってます。お待ちしてます。